国民民主党岸本周平、街頭演説で傷つく。本日、国民民主党の岸本周平さんが、このような写真とともに、ツイッターにて、発言をいたしました。こちら、岸本さんが本日、JR 和歌山駅前にて、街頭演説を行ったところ、チラシを受け取ってもらえなかったり、受け取ってもらえても、捨てられたり、破かれたりすると、 さらに、岸本さんが街頭演説を行っていることが分かった時点で、遠回りをして、岸本さんに近づきすらしない方もいると。まあ、そういった事態を受けて、ちょびっと悲しいと、傷つかれているというか、嘆かれているんですけども、岸本さん、これが国民の岸本さんに対する、国民民主党に対する、 評価でございます現在小沢さんが立憲と国民民主党を合併させて民主党政権を復活させるとおかしなことを言い始めておりますが岸本さんには国民民主党にはこれ以上国会で時間や税金を浪費せずにしっかりと国民のために日本のために 仕事を行うようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。